皆さんこんにちは、ちえです。今日はこちら、ほい、先日発表されました2019年上半期アットコスメ的ベストコスメ、皆さんがね選んだベストコスメが集結されまして、あの結果が出ました。今年もねこちらのコスメたちを検証していこうと思います。でこの1個前の動画では私的ベストコスメ2019年上半期っていうのをアップしてるので、気になる方は1個前の動画を見に行ってきてください。これを1回ポーズしてそっちでもいいですし、この後でもいいですし気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ早速やっていきます。これはお坊さんではありません。ちょっとこういうあれです。最近流行りのワンショルダーのなんかなんつうの、バン。はい、じゃあまずプライマーです。プライマーはねこのランコムの UV エクスペールトーンアップローズ、日焼け止め用乳液、メイクアップベース、SPF50 プラスの PA4 プラス入っている商品ですね。このタイプね、こうしたらこう出しづらいっていう。ほう。こんな感じ。ちょっとピンクが入ってるような感じ。うん。ほんのりいい香りがします。ランコムの商品って大概さ、香りついてるから、香りがダメな人はダメだよね。肌トーンの色補正を若干してくれて、パール感もあるのでこうパンと張りを持たせてくれて、ツヤも出してくれるような下地かなと思われる。毛穴が一気に見えなくなったとかはないから、でも光で飛ばしてくれてる感じはあると思います。そこまで色もついてないから、その目周りのね色が均一じゃないところとかは隠しきれていない感じはするけど、でもねツヤ感を出すためのプライマーとしてはいいんじゃないでしょうか。ロングラスティングとかっていう要素じゃないんだろうね、多分日焼け止めとツヤ出し効果なのかな。はい、おいではファンデーションをやっていきます。ファンデーションはこちら、はい、シュウエムラのアンリミテッドラスティングフルイドファンデーションですね。私のカラーは463番です。ちょっとピンクがかったトーンのファンデーションを選びました。もう皆さんご存知だと思うんですけど、これかロレアルか超最後まで迷ったんですよ。迷ったの。でもあの値段、ロレアルのあの値段で、あのロングラスティングで、あの質感はいいよなと思って、ちょっと残念ながら今回の上半期のファンデーション部門の対象はロレアルにしました。でもあれなんだね、みんなのベスコスはシューのファンデーションなんだね。でもわかる、すごい綺麗だもんこのファンデーション。ロングラスティングだし、まだねあのロレアルと対決というか比べてないんだけど、そのうちねやろうかなって思ってます。つける量をコントロールするとこう仕上がりもね変わってくるのが、このファンデーションすごくいいところかなと思います。今、まあ、ちょっと薄めワンポンプで乾いたスポンジでつけてるから本当にナチュラルに仕上がってるんだけど、肌感を残しつつでも色を均一にしてくれて、目周りとかもね綺麗になったの分かるかな。それでいて熱すぎない感じっていうのが量で調節できて、質感が変わるのがねいいんじゃないかなと思います。みんながね選んだのが納得です、私も。そしたらパウダーはねこちらです。コスメデコルテのフェイスパウダー00番ですね。これなんかツヤが出るんでしたっけ。ベルベットの綺麗なポンポンが入っています。これどっちでつけた方がいいんだろう、こっちかな。ちょっとまず筆に取ってみます。私は00番っていうトランスルーセントのカラーにしてみたんだけど、なんかいろんな仕上がりがあるみたいですね。おー、はい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 、あ、綺麗。はっ、よいよいよいよ。はい、全体セットしてみたんだけど、全体セットしてもこうなんか極マットみたいな感じにはならず、程よく下のねツヤ感が残っていて、このパウダー自体にもちょっとしたサテンっぽいあれなのかな、仕上がりなのかな。あ、そうだね、ちょっと若干サテンっぽ
ごい仕上がりですね。シューとかスリーのカラーもこういう感じの出てるけど、わ、綺麗。みんなツヤ肌今年、まあ、今年ってずっと好きだけど、ツヤ肌ツヤ肌って言ってたから、なるほどね。すごくテクスチャーもスルスルの、結構メイクアップフォーエバーのやつに似てるかも。綺麗。でパーンと飛ばしてくれてる感じがしますね。ふっくらして見える肌が。でね、申し訳ないです、シェーディングはなんかランクインしてなかったんだよね。シェーディングとハイライターの部門がいつも一緒になってるんだけど、特にシェーディングで入ってるのを見なかったので、マジョリカマジョルカのフォルムリメーカーでちょっとこれはシェーディングさせていただきます。はい、そしたらですね、アイブロウ行こうと思います。アイブロウは一番はイプサの3ステップできるようなアイブロウの商品だったんだけど、あれが売り切れててなくて私探せなかったんです。なので2位のメイベリンのものにしました。ブロウインクプリサイスリキッドペンです。カラーはナチュラルブラウンを選んでみたんだけど、はぁ、あのタイプだ。なんかよくインスタとかにも出てるさ、この先割れスプーンみたいな感じになってる、これでこう一本一本かけるってやつですね。やってみよう。眉頭のところをこう縦にさ描きたいけどなかなか難しかったりするから、そういう時にいいかも。でここ以降は横に描くってことか。まあリキッドなんだけど薄付きだからすごく自然に仕上がるね。ここら辺とかはもうこのブラシというかアプリケーターの向きを変えると全然自由自在に1本で線が描けるので、あ、なるほど、これはいい。おお、いいね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 。全然眉毛ない人とかいいかも、これ。本当に1本1本、3分の1のスピードで描けるやん、これ。あと、アイブロウジェルも特にランクインしてなかったので、自分ので仕上げようと思います。私、コンシーラーいってない。やば。大丈夫かな。コンシーラーこれ入ってたんですよ。ミーシャのコンシーラーで、ちょっとオレンジがかったのを私購入してみました。この上からいけないかな。ちょっといってみる。で、薬指で。本来はパウダーの前にやりましょう。綺麗。このオレンジ使いやすいね。でも本当にピタッてくっつく感じ。オレンジのカラーが強いものなので、ハイライト効果っていうよりは本当にこういう目の周りの色補正だったりクマを隠すものですね。オレンジ大丈夫って思うかもしれないけど、これぐらいのオレンジだったらちゃんとカラーコレクティング、色補正をしてくれて最終的に肌に馴染むカラーなのでいいと思います。ハイライト効果を狙いたい人はこの上にちょっとね、自分の肌よりワントーンからツートーン明るめのコンシーラーを入れてあげるといいかもね。お、ピタッとしていいね。お、なるほど、よき、よかった。このオレンジにして、なんかオレンジとあとグリーンとあともう一個ちょっとダークめの色が出てたはず。テクスチャーも使いやすい。ザ・セムノにも似てるような気がする。なんかザ・セムノに色がついただけな気がする。はい、そしたらアイシャドウ行こうかなと思います。アイシャドウはこちらでしたね。セザンヌのシングルカラーアイシャドウたちです。これは私もレビューしていて、こう使いやすさとかはもうレビューしてるので、これにカードを入れておこうかな。うん、いいと思います。どうなんだろう、結構このカラーのセレクションとかがたくさんの方の心に響いたカラーだったんじゃないでしょうか。私は違ったけど、私の1位は違うんですよ。違ったんだけども、こういうくすみピンクとか結構流行ったので、まあ納得かなっていう感じです。セザンヌね、ほんと最近いい商品出してきてるので、本当にこれからも楽しみ。じゃあまずこの02番のくすみピンクをアイホール全体にのせていきます。質感も今までのねセザンヌのアイシャドウとは思えないような、トーンアップシャドウとかは良かったんだけど、それまでのさこう4色パレットとかが私は全然
なんだろう、いいとは思わなかったので、今回のこのシングルアイシャドウはすごくね、びっくりしました。めっちゃいいじゃんと思って、結構ね、上の方までやっちゃって大丈夫だと思います。そしたら同じように下まぶたにも入れてきます。はい、全体的に塗ってこう02番だけで単色で仕上げるとこんな感じになりますね。まあ、ちょっと今日着てるものがグレーっぽいクールトーンなので、この単色だけでも可愛いんじゃないかなと思います。まあ、今はこの4つでそんなにねダークな締め色とかが出てないので、これからちょっとダークな締め色とかが出てくるのがねすごい楽しみです。アイライナー行こうかな。アイライナーはこれですね、ウズのアイオープニングライナー。本当にウズようやったなと思います。あのパッケージやらなんか今までの展開とは全然違うような、海外を意識したような展開の仕方で、もう一気にね売り切れたもんね。で品質もちゃんとしっかりしてるし、いいと思います。可愛いよね。これはブラウンです。ちょっと目尻だけスッと引いてきます。このアイライナーに関しては日本のクオリティはすごくいいと思うんですよね。アイシャドウとかは海外に、まあ、負けるって言ったらあれだけど、好みとして海外のものの方が良かったりするなとは思うんだけど、この目周りとかまつげとかつけまつげとかの目を大きくする技術とか、そういうのに関しては日本ってすごい長けてるなと思います。渦が知られていったらあっちでもブレイクするんじゃないかなと思う。セフォラとかにね入る日も夢じゃないと思う。本当にね引きやすいシュッと綺麗なラインが引けるのがいいと思います。そしたらちょっとアイラインを乾かしてる間にチーク行こうかな。チークはこちらです。ジル・スチュワートのブレンドブラッシュブロッサムの、私は02番っていうのにしてみました。こんな感じ、結構ヤングなカラーだよね。でこのねポータブル式の筆がついてきましたよ。ここのセットが甘くてもガチャガチャなるっていう、これを使っていこうかなと思います。いや、やめておこうかなと思います。結構濃いめのカラーなのでどうなんだろうね。じゃあこのカラーを、あ、すごい香りがする、乗せていきます。お、思ったよりいい意味でほんのり発色するのでいいですね。おお、ブレンドしやすい、綺麗。こういう私が選んだような赤っぽいカラーって、あの内側からこう発色がいいようなカラーに見せてくれて、それとともにさ透明感を出してくれるからすごくいいよね。このパレットで見ると結構お大丈夫かなっていうカラーなんだけど、つけるとねすごく綺麗。あのパウダーもすごくブレンドしやすいし、いわゆるパッチにならない、こう一箇所のところだけこうグラッてついて、そこからもうブレンドしないみたいな感じにはならないし、まあ、とっても可愛いカラーだと思います。うん、これ色が分かれてて、ちょっとこっち側シマー感があるんだけど、トッパーみたいな感じで使うのかな。うん、こっちシマー感があるのでトッピングしてあげるとちょっとハイライト効果も得られる感じですね。あ、かわいいかわいい、あ、いいねいいねいいね、納得です。高いよねこれね。はい、じゃあハイライターいこうと思います。で、チークも確かこれね1位はビセのやつなんですよ。ビセのやつでクリームチークなので、私クリームチークってあんま好きじゃない人で、そうなんです、ごめんなさい。なのでビセのやつにしました。そしてハイライター部門も確かシャネルのスティックタイプのものが1位だったんだけど、同じように私クリームタイプ使わないので、このねエキュセのカラーイルミネーターの05番を選んでみました。フォルムリメーカーと同じパッケージでさ、かわいい。確かこれお店で
スウォッチしてみたことあるはずなんだよね。結構前からあるよね。つけてきます。おー、今日のチークと合うね。あ、綺麗。あの色が確か3色ぐらいあって、私はこのピンクのやつにしたんだけど、これすごくね透明感が出ますね。紫のやつも透明感が出ると思うし、同じく青のやつもそうだと思うんだけど、黄色のはどうだろう、もうちょっと肌なじみがいい感じになるのかな。うん、あ、綺麗。ここに手の甲とかにスウォッチしたことはあったんだけど、お店で。でもやっぱり実際つけてみると全然違うね。お、綺麗じゃん。へえ、エトゥッセやるパウダー、エトゥッセじゃない、私が好きなの。あ、マジョリカマジョルカじゃん、間違えた、さっき嘘ついた。フォルムリメーカーはマジョリカマジョルカ、エトゥッセはエトゥッセ、違った、同じようなパッケージだから。へえ、エトゥッセ、私ファンデーションが好きなんですよね、あの保湿タイプの。あれいいよね、乾燥肌さんにおすすめです。あ、いいかもしれない。でね、マスカラ部門、マスカラ部門はですね、あれだったんですよ。私が好きなキャンメイクのクイックラッシュアイラッシュカーラーだったんですよね。なので、それはもう毎回動画に出てるので、割愛しようかなと思います。カラー的にちょっと遊んだら可愛いんじゃないかなと思うので、さっきのチークを細い筆にとって、ちょっと、目の下とかに足してきます。はい、そしたら最後リップ、リップはこちらですね、マキアージュのドラマティックルージュ EX、 私は OR の420っていうカラーにしてみました。ちょっと今日の組み合わせだったらちょっとレッドっぽいのが良かったかなと思うんだけど、オレンジにしちゃったよ。つけてきます。まあなんかテクスチャーとしては私の好きなタイプです。そこまで濃く発色せずにツヤ感もありつつ、でもちゃんとリップのカラーは主張してくれるようなカラーで好きなんだけども、こうなったらなんかセザンヌのオレンジとラスティンググロスリップ、あのオレンジとかでいいかなって思うけど、まあいいや、ファイナルルックはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日は2019年上半期のアットコスメ的ベストコスメを使ってこのメイクを仕上げてみました。なんかね、ランクイン的に納得いくものと納得いかないものっていうか、あったなと思います。ちょっと振り返るね。まずはランコム、これはまあちょっと長いこと使ってみないとわからないんだけれども、数値的にまずいいなと思いますね。SPF50+ の PA4+ で、こうプンとツヤ感を残しつつ綺麗に肌を補正してくれる感じはいいなと思いましたが、やっぱりなんかちょっと高いなっていうイメージあります。シュウエムラのファンデーション、これはね納得です。私もね迷ったので良いと思います。ドラッグストアコスメがちょっと信用できなくてデパコスでファンデーションを探しているっていう方はおすすめですね。ロングラスティングだし、あとカラーバリエーションもすごくあるので、ぜひぜひねお店に行ってねタッチアップして購入することをねおすすめします。で、これ良かった、ミーシャのコンシーラー、チップコンシーラー、なんかパッケージ的にもザ・セムのものと似てるんだけれども、カラーのこのオレンジのカラーがすごく絶妙で、特に私のね目の周りのカラーがこう均一じゃないのとか、ちょっとしたクマなんかを綺麗に補正してくれて、だからといってオレンジがね変に残るわけでもないのですごくね使いやすいカラーコレクティングコンシーラーだと思う。ピタッとふっついてね離れないし良いと思う。パウダー間違ってこうパウダーをしてしまってからこう指でなじませたんだけど、だからといってこう変に浮いてくることもなかったので、すごくねいいコンシーラーだと思うよ。はい、それからパウダー、このねコスメデコルテのやつすごくいいですね。これも確か5000円台だったと思うので、私が好きなちょっと
なんだろう、こういうツヤ感が出る効果があるシューのパウダーとかともあまり変わらないから、まああとはなんだろうな、好みでしょうね。うん、シューのやつの方がもうちょっとツヤっとする気がする。確かこのコスメデコルテのパウダーいっぱい種類が出ていて、私は00番のトランスルーセントっていうものを選んだんだけども、これも若干ねツヤ感があるんだけど、他のものは黄色だったりピンクだったりとか、あともうちょっとツヤ感が強いものもあると思うのでいいと思います。パウダーとしてはとてもいいと思うな。でもね、うん、まあ高いけどね。で、チーク、このジル・スチュアートのやつ、パッと見すごいカラーだからさ、ちょっとびっくりしたし、ヤングなカラーだなーって思ったんだけれども、でも、粉質がとってもね、肌に馴染みやすくて、ブレンドもしやすいので、変なことにならないです。今日のこのカラー、選んでよかったなと思います。とってもね、透明感が出るチークで、うん、いいと思う。ちょっとねオレンジのやつと迷ったんだけれども、この赤っぽいカラーいいなと思います。でもまあこれでもすごいねするから、これだったらこのカラーだったら去年ねセザンヌから出たもの、こういうカラーあるよね、赤っぽいやつ、去年も結構流行ったと思うんだけどと変わらないから、まあこれにしなきゃいけないっていう理由はないかなっていう感じがしました。でもパッケージは可愛いです。でハイライト、エッチュセンのねこのハイライトいいと思います。ちょっと面白い感じの光り方してるよね。白なんだけどなんかちょっとなんか偏光パール的にも見えるような気もするし、今日のこのチークととてもいいと思います。なんかこうやって発光してるのを見ると、うん、ちょっとねデュオクロームっぽいですね。今日はこういうデュオファイバーのブラシで結構ガッツリつけたんだけど、まあつけ方によっては本当にソフトにつけることもできると思うので、ドラッグストアの商品だしいいと思います。おすすめできる。あとセザンヌのアイシャドウね、これは本当にヒットだったと思います。なんか嬉しかったよね、こういうシングルアイシャドウをセザンヌが出してくれて、そしてクオリティもどんどん上がってってるので、さっきも言ったんだけどもっとね別なカラーで出してくれるのを今年楽しみにしてます。なんかイエロー系とかグリーン系とか、まあ、オレンジ系とか楽しみにしています。眉毛、残念ながらイプサのものは購入できなかったんだけど、このメイベリンのブローインクリキッドペン、これいいですね。本当に眉毛ない人とかにおすすめ。こう眉頭とかない、私結構眉毛があるタイプなので、でもねこう濃いめのメイクするときはちゃんとこう眉頭からこうやって立ててメイクすることとか心がけてるし、こう人にねメイクするときもこれ楽かもしれないと思いましたね。ナチュラルブラウンでつけてみたんだけど、そこまでこう眉毛がバーンってなることもなく、とてもいいと思います。確かねバーガンディとかもあって、それで遊べたりするんじゃないかな。いいと思います。あ、こっちはないね。うん、ワンデュオエンドとかではないですね。ランキングに入ったの納得できるなと思います。あとアイライナーのウズ、これはもう安定ですね。本当にこの毛質とかはいいと思うし、まあ、一つ言うのであれば、こうパケを見た時に何色かわからないっていうのがちょっとあれなんだけど、でもそこはウズが攻めたところだと思うので、ちょっと何も言えないですね。うん、本当に描きやすいし、さっと細くシュッとしたラインが描けるのがいいと思います。で、リップ、マキアージュのもの、これも可愛いと思う。すごくね、スキントーンに馴染んでいていいと思います。でも、さっきも言ったんだけど、セザンヌのね、ラスティングリップグロスだったっけ？こういうツヤ感のある。オレンジカラーとかも結構似たような質感で、もうちょっとねお手頃な値段で試せるので、もうマキアージュである必要はないかなっていうふうには思った。でもこれはもう新しい発見で可愛い色だったと思います。はい、本当にね毎月新しいコスメが出てきて、どんどんね品質が良くなっていくから、こういうねベストコスメっていうのも本当に目まぐるしく変わっていくよね。なので本当にそれはいいんだろうかとか、
本当にそんなに高いお金出す価値あるんだろうかっていうふうに思ってる方たくさんいると思うので、私が肌を持ってちょっと今日は体験してみました。いかがだったでしょうか。アットコスメのベスコスを見て結構買い物を決めるっていう方も多いと思うので、次のねお買い物の参考になったら嬉しいです。この動画を見てるということはもう前の動画見てくれたと思うんですけれども、この前の動画では私的2019年ベストコスメっていうのをアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。